はいどうも、小侍です。令和の米騒動、天水の酒飲みを車検プレ実況、パート34やっていきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、いい天気ですね。外は、実際の外はね、雨降ってるんですけれども。よーし。んー、じゃあ、始めますか。田植え。まだか。田植えは、春2シーズン目か。じゃあちょっとまあ満腹度もいっぱいあることだし、まだみんな戻ってきてないから、タスク終わってないやつちょっと終わらせますか。やるとしたらここかな、天返しの宮。今1から5終わらせてるから、6から10やるか。余った時間にやるのもね、多分いいと思うから。よし、6に来たよ。さあ7か、7から10かです。よし、おい。ちっちゃい雑魚がいっぱいいるのか。鬱陶しいな、しかしこいつら。まとめてどうにかなんねえかな。よいしょー、もうちょい。よいしょー、オッケー。まあ、食材も手に入るし一石二鳥だね。さあ、総8。よいしょー、飛べーみんな。よいしょーい。よいしょーい。空中に当てるのが難しいんだよな。よラストー。よーし、次。次。第9層。よし、爆発。よいしょーい。よいしょー。よし、爆発。よっしょーい、さあ行くぜ。飛ぶ鳥を落とす勢いで殴りつける。爆発。
よいしょー、次ー。まあ、満腹度が下がってきたらまずいな。じゃあ、10、よし。よいしょ、次。よいしょ。あと4匹。次。カッコ撃破したいけどね。さあ、もうちょっとだよ。よし、次。さあ、あと3匹。よし、次。次。ラスト。よいしょい。ラスト。よーし、オッケー。ちょうど満腹度もなくなったし、夜になったし、これ BGM が変わったね。で、一層まで戻ると。で、他の場所に移動して、で、お家に戻ってくると。よし、多分田植えはね、この時間じゃできないから、次の日の朝まで待たないといけないんだよね。俺に戻りまして。おかえりなさい。肥料を、田植えする前に肥料撒いておくか。よいしょっと。追加素材で、まあ粘土とか、それでそのあたり入れておきますか。これでいこう。で、次の日の夕食まで、次の日の夕食、その日の夕食まで待てばいいの。飛ばせばいいんだ。何か食べるますか。どんぐり汁と、茶なんてあるんだ。よし、ご飯だ。いただきます。さあ、米作りだ。7年目の田んぼだ。風が強いの。オッケー。で、肥料を作ると。常日頃からね、肥料を絶やさず作っておけば、
あ、そういえば一個タスクやるの忘れてたね。よいしょっと、金太先生。頼む。そうじゃな。どうした？ほでなさ。できたぞ。なに？ありがとう、こやつめ。よし、オッケー。で攻撃、攻撃するかな。キヌ、これぐらいかな。シュロってなんだ。あ、川か。スカート。よし、オッケー。次クモを捕まえて田んぼに放すっていう、あんまり理由がわかんないんだよね。よし、んじゃあ田植えやるか。で、水を張ってと。いや、前の前のほんとグラフィックすごいよね、これ。開発に何年も何年も時間かけてるだけあるわ。大体こんなもんかな。よし、んじゃあ田植え始めますか。カメラの合わせ方が難しいんだよな。よし、よいしょ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 。今回あんま多くないからね。楽といえば楽だよ。辛いです。カープが好きだから。よいしょ。今回ね、田植えはカットしません。なんかでもね、田植えカットするんだみたいなコメントがあったので、はい。今回はカットしませんよ。大丈夫ですよ。安心してください。まあ田植えもね、いろいろと勉強なのでね、ほんと。よいしょ、よいしょと。よし、あ、残り少ねえな、マジか。
嘘、このタイミングで。はい、オッケー、おしまい。十分じゃろ。よし、オッケー。十分な間を置いて植えたか。で、水を入れて、肥料を入れてと。肥料を入れて、水を入れると。水を入れよう。それなりに水を張ったぞ。なぜもう草が生えてるのか。で、OK だね。じゃあ次の日も朝まで飛ばしましょうか。ピョンピョンピョンって心がピョンピョンするやつだね。心がピョンピョンするで思い出した。なんかオリンピックのなんかメダル取った選手たちが心ピョンピョンするんじゃっつって、なんかそのアニメの歌詞があるみたいな言ったんですけど、実際は違うんだよな。心がピョンピョンするんじゃーっていうそのものはないんですけど、心ピョンピョンっていう歌詞はあるんですよ。間違えた。よし。で、ご飯を食べますと。こんなところかな今日は。よし、夕げを食べてこの動画終わりかな。ちょっと短くなっちゃったけどね、申し訳ないけども。何か食べるますか。もう十分なんだよな。あれもうお腹空いたな。昼食べてねえんだよな。いただきます。よし。わあ、どんぐりがすげえいたんだ。風が強いの。はい、ということでね、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。概要欄の方に、他の実況リストも載ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。